いやーもうまずは本当に久しぶりの有観客で、まあ、2年ぶりぐらいですかね、大阪のライブ以来こう本当に実際に皆さんの目の前で、まあ、ライブをすることができて、やっぱり楽しいなっていう、みんなと一緒にその空間をライブを楽しめるっていうのが嬉しかったですね。かつ、まあ、やっぱり今回は渋谷ディビジョンはこの決勝ファイナルバトルも含まれていたので、バトルの時は結構その相手を、まあ、直視してっていうか、もう本当に勝ちたい、3人で勝つっていう、渋谷ディビジョン3人で6人で勝つっていう気持ちだったんで、その時は本当にその時の空間、バトルの空間で、かつまあドラゴンアッシュさんの生バンドでというすごく贅沢なステージで楽しませていただきましたね。まあ 2days あったんで、今回はやっぱり1日目と2日目のその違いですかね。ブラックジャーニーとかはスカトもね歌ってますけれども、演出の中でまあ僕が2階に1人でいて、先に2人がこう下に降りてるっていうところで、僕が後からこう下にみんなの2人のところに行く場面があるんですけど、そこで、1日目にはなかった演出を2日目でちょっと足していたりとか、それは3人で話し合ってちょっと変えてみたところがあるので、そういうところを見比べていただけるのも、楽しめるんじゃないかなと思いますし、僕の中でこのすごく意外だったのが、自分の中で意外だったのが、2日目のステラの時に僕のスタンスとして、そのまあ科学者もうずっと一人でずっと研究に没頭していて、人と話すことすらも忘れていた科学者っていうのをめちゃくちゃ落とし込んで、今回ちょっとしゃがみながらずっと歌ってるみたいな、で自分の番が来たらようやく立つみたいな、そういうちょっと細かいところも自分で考えてちょっとやったりとかして、だから自分のそのラムダのバースのところも結構今までの歌い方とはちょっと違う感じのアプローチをしてみたりとかでした結果、なんかすごく感情が高ぶってしまって、ラスサビ前ぐらいでなんか自然と涙がこう出てくるみたいな感じの、入り込み具合があったので、僕としてはすごくそれが意外だったので、そういうところがもしかしたら DVD でこう止めたら、もしかしたらその瞬間が分かるかもしれないという部分がありますね。ヒプノシスマイクディビジョンラップバトルセブンスライブサミットオブディビジョンズブルーレイ&DVD 発売まであと6日。